第68回、ホッケチャンネルの時間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。日蓮聖人には多くの壇のつ、信者がおりました。特に有名な壇のつとして、時上人、池上、宗長、宗中兄弟、四条頼元、南条時光が挙げられ、これらを四大壇のつと言われております。 今回はそのはじめとして、その次第断のつのうちより、時常人を取り上げたいと思います。時常人は後に出家をし、常習院二次常と名乗りました。時常人は1216年から1299年まで、一連承人は1222年から1282年までであり、 時上人は日蓮商人よりも6歳年上であったことが明らかであります。陰馬の国にて生まれ、下佐の国守護の千葉市の有力機関でありました。その名を時頃常信と言います。ご異文の中では時氏については、富にしろ、あるいは土に木、さらにはひらがなで時などと表記がされております。 県庁3年1251年2月頃から県庁5年11月頃この間に入道して常任と呼称したと言われております。そこでこれ以降は時常任と呼称することに統一をしたいと思います。日連承人滅後には出家をし日常と名乗り中山門流の基礎を築かれました。 時常人が日蓮承人に帰依をしたのは、県庁5年1253年頃とされております。この県庁5年とは、日蓮承人の立教改修の年であり、日蓮承人が32歳の時でございます。県庁5年12月9日に執筆をされました、時戸のご返事、これが現存していることからも明らかで、 時上人は日蓮商人の愚図における初期からの有力な断圧であったことが伺えます。時上人は千葉市の悲観として下唄と鎌倉を往来していました。その時に鎌倉にいた日蓮商人と出会うことで帰営を捧げ、それ以降も日蓮商人に帰営をしていたとされています。 時常人に当てられた著作の多くは、漢文体で書かれており、競技に関する重要書や書状であります。そのような書状の中でも、第一とされるのが、漢人本尊賞。正式には、如来滅後五百歳史漢人本尊賞といいます。ご異文中で最重要の著作であります。 肝心本尊章の添え上には、日蓮等神の大事とあり、本書は末法を救済するための法が設置されているのでありますが、この肝心本尊章が時常人に当てられているのです。このように最重要著作を当てられたことから、時常人は日蓮商人の断圧の中でも有力な地位にあったこと。 そして、訪問の理解に優れていたことが明らかであります。また、下佐地域の教団形成においては、千葉市と密接な関係であった時常人の協力は大変に大きなものであったと言えましょう。日蓮商人滅後には、混流した北景道を改めて北景寺と称し、 自らも出家をされ、その初代となりました。そして、下佐のモンテーラを共同し、中山門流の基礎を築いたのであります。また、時常人の行動として、日蓮聖人ご遺文等の目録を作成したことが挙げられます。上州院本尊商業のこと、日蓮聖人滅後の 永二七年、1二百九十九年三月六日、時常人が自身の入滅に先立つ十四日前、自ら収集をされた日蓮商人の新筆遺文を中心とする、写本遺文、本尊、経典なども含む、それらを記録した蔵書目録、つまりは上司目録とも言いますが、それを上州院、本尊、商業のことといい、 これらを編集されたのです。下草中山方面における日蓮聖人文の収集と覚悟を示している貴重な目録であることは言うまでもありません。以上、時常人について取り上げてきました。日蓮聖人の初期からの断末であって、下草地域の中心人物であったのです。 また、訪問を理解することにも優れており、それは最重要とされている肝心本尊書を当てられている点からも伺い知ることができます。そして、日蓮聖人のご異文やご本尊の目録を作成したことは特筆すべきことでありましょう。日蓮聖人が多くの著作を執筆されたことは周知の通りでありますが、 そのような著作物を確かな形で後世に伝えるために尽力をされた戦士の存在も見逃すことはできません。なお、今後も次第段の図を中心とし、日蓮商人を支えられた信者方について取り上げていく予定です。次回第70回の予告でございます。 日蓮聖人の断のつ、丸二として、市場よりもとを取り上げます。日蓮聖人の断のつのうち、市場よりもとについてを取り上げることとしますが、市場氏は医師であったため、日蓮聖人もその薬を服用されております。その終焉のことについても取り上げたいと思います。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。